あれ、こんなところで何やってんだ？居酒屋で声をかけられ、振り向くとそこにいたのは元上司。当たり障りのない挨拶をし、その場を去ろうとしたのだが、元上司は俺に絡んできた。俺、明日32億の商談だぞ。お前と違ってできる人間だからな。高笑いでも始めそうな勢いの元上司に、今が仕返しする時だと、俺は心の中で笑った。俺の名前は山本。40歳の建築デザイナーだ。昔から憧れていた職業で、戸建てやマンション、店舗のデザインなどをしてきた。俺のデザインは奇抜ではないが、実用的とよく言われていて、お客様からも好評だ。工務店に勤務して、建築デザインを担当している。あれは数ヶ月前のことだ。山本、お前も手一杯だろうし、建築デザイナーを増やすのはどうだろう。と、上司である小谷に言われた。この頃まで俺は、小谷のことを信用できる上司だと思い込んでいた。俺も仕事が忙しくて、今までは個人的な関わりがほとんどなかったからだ。いいと思います。即戦力が増えるのは助かりますよ。だから俺は小谷の提案に賛成した。建築デザイナーを募集したところ、実績のある40代の男性と、ほとんど実績のない20代の女性の応募があった。面接をするのは小谷だ。俺はどちらでも構わなかったが、どちらかといえば実績のある人の方がいいと言った。しかし、小谷が選んだのは20代の女性、吉野だったのだ。吉野はおとなしそうな見た目だが、気の強い女性だった。吉野は俺が助言しても、山本さんに言われる筋合いはありません。と返してくる。なので、俺は助言することも面倒を見ることもやめた。小谷は、吉野が気に入ったらしく、よく食事に誘っている。業務時間外のことは勝手にすればいい。そう思っていたが、今思えばこれが間違いだった。吉野は上司である小谷に気に入られていると自覚し、どんどん勘違い女に成長していく。他の社員が頼んだ仕事も放置。自分のしたい仕事だけを選んでいた。肝心のデザインだが、斬新といえば聞こえはいい。実際は使い勝手の悪いデザインばかりだ。しかし小谷は、今の若い人に受けそうだな。と言い、吉野を持ち上げ続けた。しまいには、山本さんのデザインって誰にでもできますよね。と吉野が笑いながら言い出した。小谷はそれにうなずき、俺に向かって。そうだな。だったらお前、いらないじゃないか。吉野さんがいれば問題ないし、やめれば？と言ったのだ。この頃になってやっとわかったのだが、小谷は俺のことを嫌っていて、代わりのデザイナーが見つかれば追い出すつもりだったようだ。人が足りないからと増やしたのに、俺を辞めさせてどうする。そう言い返したかったが、俺も正直なところ、小谷には失望したし、転職できるならしたいと思ってきた。そんな時、取引先に打ち合わせに行ったところ、社長の神谷さんに、なんだか元気がないですけど、どうかしました？と声をかけられた。普通なら、社内のごたごたなんて、取引先に話すべきではないが、神谷さんとは付き合いも長いし、俺も愚痴を言える相手がいなくてつい話してしまう。それから数日後、神谷さんから、辞めるならうちに来ませんか？と声をかけてもらったのだ。神谷さんの会社は小さいけれど、リノベーションやマンションの管理をしており、特に
一棟丸ごとリノベーションしたマンションが今人気だという。見た目が古くなったマンションを買い取り、生まれ変わらせて賃貸物件にするというのは面白そうだ。俺はすぐに退職の手続きを済ませ、神谷さんの会社に転職することにした。辞めるときに小谷にも挨拶をしたが、ああ、ご苦労様。転職できるといいな。と、面倒そうに返事をされる。俺は転職先が決まったことは言っていなかった。俺は心置きなくこの会社を去ったのだ。それから1ヶ月後、俺は神谷さんの会社で働き始めた。そこで神谷さんから驚くべきことを告げられる。実は神谷さんの人脈でとある商業施設を建築する大きな仕事が決まっているという。32億ものお金が動くと聞いて俺は驚いた。こんな小さな会社なのにそんな大きな仕事を？と思ったが、ここの人たちの働きぶりを見ていると納得できる内容だった。社長の神谷さんを筆頭に少数精鋭で一人一人がしっかりとしている。信頼関係があるのか、連携もスムーズで、欠員が出た時のフォローも完璧。取引先だった頃にはわからなかったが、この会社はすごいところだった。その一員になったのだから、俺も気を引き締めようと思う。すると、神谷さんが意外なことを言い始めた。商業施設の建築デザインを俺に頼みたくて、俺の元職場に商談のアポを取っていたという。商談の担当は小谷だそうだ。俺をスカウトしたため、わざわざ発注する必要がなくなったが、関係性をいきなり壊すのもどうかと思うので、一部だけ発注する方向に切り替えたいという。俺に決定権はないし、神谷さんについていくと決めたから、俺のことは気にしないでほしいと伝える。神谷さんはうなずき、今度商談の予定だからうまく話してくるよ。と言った。そんな中、神谷さんは俺の歓迎会を開いてくれることになった。新しい会社のメンバーが温かく迎えてくれる。ほどほどに飲みながら楽しく過ごしていた。しかし、俺がトイレに立ち、席に戻ろうとしたとき、事件が起こったのだ。あれ、こんなところで何やってんだ？と声をかけられ、振り向くと小谷が立っていた。それはこっちのセリフだ、と思いながらも、お久しぶりです、と当たり障りない挨拶をする。俺は席に戻ろうとしたのだが、なぜか小谷は、ちょっとこっち来いよ！と無理やり俺を引っ張っていく。振り切ってもよかったのだが、騒ぎが大きくなっても困る。小谷のことだ。少し話に付き合えば気が済むだろう。そう思い、ひとまずついていく。小谷の席に着くと吉野がいた。あれ？なんでここにいるんですか？と言う吉野。ここはそこそこ高級な居酒屋だ。どうせ小谷はまた吉野にねだられてこんなところに来たのだろう。吉野に婚約者がいるのは知っていた。前の会社にいた時に勝手に吉野が喋ってきたのだ。しかし小谷に気に入られているならとことん好意に甘えると言っていたのも知っている。要は金づるだ。吉野は一人暮らしだからあまりお金がないと言ってよく小谷におごらせている。それは今も続いているようだ。少し考えれば自分がかもられていることくらいわかりそうだが、小谷は舞い上がっているのか未だに気づいていないようだ。それどころか吉野と一緒に俺をバカにしてくる。で、結局転職できたの？どうせ大したところじゃないんだろう。と言われたので、無事に転職できました。と答える。すると小谷は
酒も入っているからか、いつもよりもニタニタと笑いながら、どうせろくでもない会社だろと言った。そこへ小谷が注文していたビールが運ばれてくる。それを見た吉野が、私、ビールかけって見てみたいのよね。と言う。は?と俺は思わず声に出す。すると小谷が調子に乗って、俺が見せてやれや。と言い、運ばれてきたジョッキを手に取った。よくわからない状況に、俺は判断が遅れる。そして小谷は、零細企業への転職、めでたいなと言い、ジョッキを俺の頭の上でひっくり返した。ビールかけで祝ってやるよと言いながら、小谷はジョッキを俺の頭の上で空にする。人は驚くと動けないということを、俺はこの時に知った。気がつくと、ビールは俺の服をびしょびしょに濡らしている。小谷は笑いながら、俺なんて明日32億の商談があるんだぞ。お前と違ってできる人間だからな。俺の力を分けてやったんだよ。と、わけのわからないことを言う。吉野は、ウケると言って手を叩きながら笑っている。何なんだこいつら。何ですかいきなり。俺は低い声で言った。小谷は、だから俺みたいになれますようにって願いを込めたビールかけだよ。と笑う。酒が入っているのもあるのだろうが、あまりに立ちが悪い。個室居酒屋なので、周りは誰も気づいていないだろう。俺は頭に来て、テーブルにあったおしぼりを取り、その商談中止で。と言った。はあ?小谷がニタニタ笑いながら俺を見る。何言ってんだお前。と言われたので、俺はもう一度繰り返した。では、明日の32億の商談は中止で、と言ったんです。おしぼりで顔を拭いた俺はそう言い放つ。なんでお前が。と言った小谷が次の瞬間顔色を変えた。山本さん、どうしたんですか?神谷さんがびしょ濡れの俺を見て驚いている。神谷さんはなかなか戻らない俺を心配して探しに来たようだ。個室居酒屋なのに小谷はドアを開けたままだったので神谷さんは俺を見つけてくれた。小谷は、神谷社長、どうしてここに?と目を丸くした。俺は神谷さんに、すみません、元上司に遭遇しまして、席に来いと言われたので断れなくて、しかもビールを頭からかけられてしまい困っていたんです。と状況を説明する。神谷さんは小谷に言った。うちの社員が何かしましたか?すると小谷は、社員?とすっとんきょうな声を出す。俺は神谷さんに向かって言った。あの商談、神谷社長にお任せしますと言いましたが、人にビールをかけてくるような人間がいる会社と一緒になんてできませんよ。そこで小谷が声を上げる。あの商談ってどういうことだ?小谷は何も察していないようだ。まあ、酔っ払っているようなので、状況を飲み込めていないだけかもしれないが。俺が説明しようとすると、神谷さんが止めた。そして神谷さんが俺をスカウトしたこと。今回の案件は、俺を頼りに発注しようとしていたこと。今となっては発注する必要がなくなったことを告げる。俺が説明するのを止めたのは、俺を悪者にしないための配慮だった。神谷さんは小谷と違って本当にできた人だ。すると状況を理解した吉野が、
それってやばいんじゃ。と青ざめる。小谷は驚きながらも顔面蒼白になった。ちょっと小谷さん、これって私のステータスになるからって言ってた案件でしょ？どうするのよ。吉野は小谷を責め始める。小谷が何を言っても吉野は止まらないので、とうとう小谷が大きな声を出した。うるさい！お前のことは今どうでもいいんだ。この商談が中止になったら社長に何を言われるか。小谷は顔面蒼白になる。そこで俺は口を開いた。だったら俺から社長に説明しておきますよ。社長には面倒なことを相談したくなくて、小谷さんのことを話していませんでしたが、今日の出来事も含めて経緯をすべてお話ししますね。すると我に返った小谷が、山本、違うんだ。これはそのなんていうが、とうろたえ始める。そこで神谷さんがため息をついてきびすを返した。どこへ行くんだろうと思っていると、吉野が小谷を引っ叩く。お前って言ったわよね。どうでもいいって何？あんたみたいなおっさん、こっちこそどうでもいいわ。下心丸出しのおっさんと食事してあげただけでも感謝しなさいよ。ああ、と思いながらも、吉野が帰ろうとしたので、俺はその前に立ちはだかる。吉野さん、あなたのことも報告しておきますからね。そう言うと、吉野は面倒くさそうに。どうぞご自由に。あんな会社いつ辞めたっていいのよ。私の実力を認めてくれるところなんて山ほどあるんだから。と言った。俺はその言葉に笑う。あなたの実力？そんなものどこにあるんです？あなたの建築デザインは実用性に欠けます。どうしても変更しなければいけないところだけ俺が変更していたけど、吉野さんはそれにも気づいてないですよね。吉野は、は？と言い、睨みつけてくる。俺はきっぱりと言った。あなたに実力なんてないってことです。小谷さんじゃなければ雇っていなかったでしょうね。人の助言や忠告も聞かないから成長の見込みもありませんし、そんな人がどこに転職するのか楽しみです。そう言うと、ひっぱたかれてショックを受けていた小谷が復活。血は喧嘩が始まったところで、神谷さんが戻ってきた。隣にいるのはこの居酒屋の店長のようだ。俺にタオルを持ってきてくれて、小谷に向かって言った。座敷をこんなに汚されては困りますよ。弁償してもらいますからね。いや、これは。と、小谷は言い訳を始めたが、店長が睨みつけると、しぶしぶ財布を出した。店長は俺に向かって、ビールをかけられた証拠が必要なら、防犯カメラの映像も出しますからね。行ってくださいね。とだけ言って、忙しそうに去っていく。後から聞いた話だと、ここの店長は、神谷さんの友人だったそうだ。しかも店長は、びしょびしょの俺に着替えを貸してくれることになった。さすがに申し訳なくて断ったのだが、自分の店に来たお客様に、嫌な思いをさせて返すわけにはいかないという。着替えはまた飲みに来てくれた時に返してくれればいいと笑うので、俺は好意に甘えることにした。翌日、商談をキャンセルした神谷さんのもとに、小谷が慌ててやってきた。どうかお願いします。と懇願するが、神谷さんは、昨日山本が言った通りです。あなたのような人がいる会社とのお付き合いは今後控えさせていただきます。お引き取りください。と言う。小谷がごねているので、でも吉野さんが辞めるなら建築デザイナーがいないですよね。どのみち仕事を受けられないじゃないですか。と俺が口を挟んだ。すると小谷はようやく黙り、怒りをぶつけるように
事務所のドアに蹴りを入れる。その瞬間、他の男性社員が小谷を取り押さえ、別の社員が警察を呼ぶ。見事な連携プレーだ。俺は小谷に向かって言う。昨日は俺にビールをかけ暴行罪。今日は事務所のドアに蹴りを入れ、器物破損罪ですか。懲りない人ですね。小谷は悔しそうに俺を見た。若い女性にうつつを抜かし、周りが見えなくなった結果ですね。まさに自業自得です。俺がそう言い放つと、ちょうど警察が駆けつける。小谷は警察に連れて行かれた。その後、暴行罪と器物破損罪で小谷を訴え、さすがにまずいと思ったのか、示談を申し出てきたので、それを受け入れた。俺は示談金をもらい、少し心が晴れる。そう思っていると、仕事からの帰り道、ある男性に待ち伏せをされた。誰かと思ったら、吉野の婚約者だという。吉野がいきなり会社をクビになったというので、頭に来て調査したところ、吉野が悪いことが分かり、迷惑をかけた俺のことも突き止めたそうだ。吉野が会社の上司と浮気まがいのことをしていると知り、婚約破棄の慰謝料を請求する予定だという。そのために、俺の証言を必要とし、ここに来たそうだ。俺は事実のみを述べる。婚約者は思っていたよりも事実がひどかったようで、落胆して帰っていった。彼には悪いが、あんな女と一緒になる方がかわいそうだ。会社を辞めて何をしているか知らないが、吉野は婚約破棄の慰謝料を請求され、婚約者も金づるも失ったというわけだ。失礼ながら、吉野は地味な見た目だったので、こんな女だとは思わなかった。俺ももっと見る目を養わなくては、と思う出来事だ。翌月、俺はあの商業施設のデザインに取り掛かる。こんなに大きな仕事を任されたのは初めてで、やりがいを感じているし、絶対にいいものを作ってやると心に決めた。やっぱり、この仕事はやりがいがあって楽しい。あの時、神谷さんにスカウトしてもらった恩は少しずつ返していこうと思う。